皆さん、こんにちは。今回は XRP が10万ドルに達する可能性を深く掘り下げるという記事を紹介します。暗号の世界では野心的な価格予測ばかりが目立ちます。 XRP がいつか10万ドルの価格に達するというアイデアは空想的に聞こえます。しかし、どのようなメカニズムでそれが実現する可能性があるのかを探っています。オンデマンド流動性の役割。 XRP の本来の価値提案はクロスボーダー取引のためのオンデマンド流動性を提供する能力にあります。より簡単に言えば、ブリッジ通貨として機能し、より迅速で安価な世界規模の通貨移動を可能にします。最近ではマレーシアで創業した国境を越えた決済会社のトラングロがリップル ODL の利用が 1700% 以上増加しました。トラングロでの ODL 取引は2021年の5300万アメリカドルから2022年には9億7000万アメリカドルに増加したというニュースもありました。また日本の SBI はXRP を活用するリップルの送金ソリューションを用いた国際送金サービスをフィリピン、ベトナム、インドネシア向けに順次拡大しています。コラからどんどんとリップルを利用する企業が増えてくれば、 XRP の需要も高まってきます。 XRP 台頂上の資産のトークン化。 XRP の価格を上昇させる主要な触媒の一つは資産のトークン化です。資産のトークン化とは、物理的あるいは他の種類の資産の価値をブロックチェーン上のデジタルトークンに変換することを意味します。より多くの大企業が資産をトークン化する安全で効率的な方法を探す中、彼らはその確立された評判と機能を持つ XRP 台帳に目を向けるかもしれません。 XRP 台帳に大きな価値つまり資産を保持することで、これらの事業体は XRP の自由な流通を制限することになります。オープンな市場で入手可能な XRP トークンの数が少なくなり、希少性が XRP の価値を押し上げる可能性があります。最近ではベイリップル社のシュワルツ CTO 最高技術責任者が Web3 カンファレンスに登壇し、現実資産のトークン化という注目分野の最新動向について巨大なポテンシャルを持っていると述べました。今 XRP の供給量を減少させる可能性のある資産のトークン化とオンデマンド流動性への需要の高まりが組み合わさっています。限られた XRP トークンの数をより多くのトランザクションが奪い合うという状況が生まれる可能性を秘めています。劇的な価格上昇のための完璧な嵐を作り出す可能性があると締めくくっています。現在の100円以下の短期的なボラティリティに一喜一憂している状態ですが、未来のことは誰にも分かりませんが、近い未来、1000円以上で一喜一憂しているかもしれません。おいおい。今回は、オンデマンド流動性の増加と XRP 台頂上の資産のトークン化で XRP の需要が高まるを紹介しました。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。